ほど、まあ、ちょっと出来上がってますよね。いい状態で来てますかね。いい状態で来てます。さあいよいよボブサップが半年ぶりの日本のリング臨戦態勢。サップ突進、さあガムリンとリングの中央ぶつかり合って殴り合って、さあサップが突進していった。野生を取り戻したボブサップが一番ガムリンを一気に殴り倒していくのか。ボーラッシュをかけるボブサップ、ガムリンが下がっていく。さあタックルでいったら、ああっとガムリンだ。ボブサップが倒された。タックルに入りました。関根さん、この辺りはうまいですね。初めて下になりましたね、ボブサップ。そうですね、あの体格的にね、はい、同じぐらいの選手とやったことないんですよね、僕は。そうですね、自分より軽い選手とやってますから。そうですよね。おーと強引に跳ね抜けた、強引に跳ね抜けた。今一度ストライクでボブサップは突進。あ、来ました来ました。さあ、後ろから来ました。左に来ました、左に来ました。ガムリングを転びました。コーナーを手にしているスパイガムリン。さあ、フロントで記録が入っている。フロントで記録が今止めた、今止めた、ボブサップ見事復活。我こそは野獣だり。すごいですね、すごいですね、まさに野獣ですね。はい、いやー、ボブサップの速攻にね、ガムリンがですね、はい、もうちょっとペースつかめる、何したいいか分かんないままに勝負決められました。でも、そんなことですよ。そうですよね。パンチの違いは。ボブサップ選手の勝利です。はい、ミューカさん、久しぶりのサップどうでした？もう目が離せなくてずっと見てたら、あっという間に終わっちゃって。そうでしたね。びっくりしました。想像で初めて見たんですよ、生で。すごい。面白かったですね。迫力がね、またね、はい、違うものがありますから。一茂さん、はい、復帰戦どうご覧になりましたか？いや、ボブのいいとこだけ出ました ね、 ね、 ね、最初から自分のペースでどんどん突進して、ただ倒された時はボブもびっくりしたんじゃないですか。ボブもびっくりしましたよ。あの後よくね、落ち着いてね、対処したと思いますけど、あれだけのタックルを食らいながらよくまた跳ね抜けできました。ね、できますよね。ステファンがね、ちょっとあの後ちょっと気持ち抜いちゃってね、マウントから一回抜けちゃいましたけども、はい、あれ上にいたら分かんなかったですよね。ボブにこうやって前へ出られたらちょっと保証ないですね。そうただね、このカウントの、おっと、ああ今度はボタ、ボタですね、ボタですね、うん、フランスはボタが今このリングサイド観戦していたんですが、谷川さん、これもう早くも挑戦表明ですか？選手退場。タイソンを追いかけてこの K-1 のリングを目指したボタなんですが、いや関根さん、この戦い見たら燃えてくるでしょうね、ボタもね。いやまあ本当に面白くなってきましたよね。いよいよ野獣が戻ってきました。半年ぶりのリングでボブサップの野生を取り戻しました。まさにね、ビースト的な勝ち方でしたね。いやこれはね、本当ボブサップ復活実現じゃないですか。ねえ、あこれ今ボタンに水を投げかけ、あ、椅子ですよ、椅子。ものすごい乱闘が今このエプロンサイドで展開されました。平川さん、はい、田辺さん、今ボブサップがこのリングの周りを回って見事に、あ、今行きますよ。今サップが近寄っていった。さあボタンをしのぐ至近距離だ。まるであのアップがストリングを見ているようだ。止めた方がいいですね。ですね、これも今サップは興奮状態ですから。そうですね、止めた方がいいですね。今もう何人もの人間が間に入っているんですが、あ、今このフランスはボタがこのタイソンを追いかけて K-1 のリング参戦表明したボタが今このボブサップとほんの1メートルもない距離まで迫っていきました。ただ改めてこのザ・ビーストボブサップの復帰戦、見事に野生を取り戻しましたボブサップです。いや本当によかった、このボブに締められたらたまんないですね。ですよね。ボブのフロントスリッパって初めて見ましたね。見事にこの首を捉えました。まあ、ガムリン自体はタックルがあったんですが、ね、怖がらずにね、ボブが前に出たのは、これホースの時もノゲイラの時もそうなんですけど、はい、こういうボブサップは強いんですよ。強いですね、誰も止められませんからね。止められませんから。改めてそのラスベガスのリングでは鬼門を相手に